フェンネル、インド版青汁だよ。フェンネル、フェンネルね。レモンテイストにしてみた。で、ちょっとフェンネルの風味を知りたか、確かめたかったんで、今日はあこれね、レモンと塩と胡椒しかないです。フレッシュトマトスパゲッティよりもナイス知恵があるので、インドだからそりゃフレッシュトマトのアラビアータにした方がいいね。あ、ドバッと言っちゃったドバッと言っちゃった。エクストラバージョンオリーブオイル、今日はフェンネルを買ってきたんですよ。なんとなくフェンネル、ちょっとこれをなんか使おうと思ってアラビアータの上にかける人いないと思うけど、かけてみた。で、サラダにもちょっとフェンネルをちぎって、自家製あの自分で調合したドレッシング、レモンベース、レモンとごま。フェンネルをどうしようかと今ちょっと考え中で、どうしたらいいんだろう。フェンネル、サラダはいつも通り、内容的には変わらない、トマトと玉ねぎで。フェンネルをちょっと振ってみた。フェンネルね、これさ、僕さ、水槽の水草にそっくりだよね。うん、すんげえいっぱい。これで10ルピーだから使い切れないよね。どうしようかね。で、どうしようかねって言ってる時に、そうそう、一緒にね、フェンネルレシピって Google で検索したら、フェンネルジュースっていうのが出てきて、これできるのか。ほらほら、青汁、青汁、インド版青汁だよ。フェンネルを叩いただけなんだ、すりつぶしただけなんだ。で、チャートマサラをね、売れば、だからシカンジとかジャルジラとかの方面に行くんじゃないかなと思って、アラビアータと一緒にインド版青汁を飲むと。そんなに味しないね、香りもしないね。なるほど、青汁ってほどのものだよね。フェンネルは別にあの結構健康にいいみたいなこと書いてなったりとかするよね。まあそんなにパンチがあるものでもなかった。塩入れた方がいいかもしれないね。というわけで、以前の初期の頃の失敗したフレッシュトマトアラビアータなんかに比べると全然美味しい。フェンネル、そんな生でかじってもね、そんなに苦味とか風味もないんだよね。そうでもないですね。そんなに食感もあんまりあるわけじゃないし、僕にはそんなにあれかなっていう感じかな。パルメザン最後に振りました。なんかあるよね、ジェノベーゼだっけ、あのバジルの 見た目は近いけど使っているのはフェンネル。あ、でも美味しい。これインスタグラムでフェンネルをパスタにされている方がいたので、そこからちょっとアイディアを持って、でピーナッツをちょっとフラッシュして足してみて、 ナッツな感じ、あとガーリックね。で、フェンネル自体はね、こんな存在感じないですよ。結構たっぷりめ、2個使ったけど、噛んでる時に少しふわっとくるぐらいで、うん、なんか目で楽しむっていうか、でも確かにフェンネルのちょっとワイルドな風味もあるんだけど、そんなに強くないので、インドのは。日本で売られてるの知らないですけど、全然素人のおっさんの簡単インド素材、飯として考えると、十分な気がするね。ガーリックもあの事前にアイオーレオみたいに炒めるとかじゃなくて、フェンネルと一緒にクラッシュしたものをただ絡めたと。アイオーレオ的に先に揚げるともっとふわっとくるんだろうけど、もしガーリックが足りなかったら後からこれかけるんだと思うんですよね。かける必要なかったかな。少しかけますか。うん、ただ逆にガーリック入ってるからフェンネルの香りが、青臭さみたいなものはあんまりなくて、でも噛んでる時に若干ふわっと、あ、一応ハーブなんだなっていう香りが
来るっていうね。でもジェノベーゼ、ホーリーバジルはあるけどイタリアンバジルはなかなかインドでは手に入らないんで、だったらこのどこでも売っているこのフェンネル、あの水槽の水草みたいなやつを使っても十分雰囲気として、というかもちろんこれもありだし楽しめるということで、インドならではのパスタ、まあまあフェンネルはもともと地中海とかだからイタリアにもともとあるものかもしれないけども、インドにもフェンネルはあるので十分で、ちょっとこのゴルピーね、これゴルピーで売ってるのを半分ぐらい使いましたけど、使ったけどナッツをちょっとクラッシュして、十分美味しいものができたと。インドの素人のおっさんのフェンネルパスタ、ジェノベーゼ風でした。フェンネル大量に余ってて、何せフェンネルは15分使ってきて、すでに2食使ったけどまだこんだけ残ってるので、もう1回作る、今度はレモンを使ってみよう。見た目は全く一緒なんだけど、何が違うかというと今回はレモンと、あとインドなんでギー、インドの奇跡のバターって言われるを使ったレモンバター辛めでフェンネル、手元にあるフェンネルね、レモンテイストにしてみた。でちょっとフェンネルの風味を知りたか、確かめたかったんで、今日はこれね、レモンと塩と胡椒しか入れない、胡椒入れたっけな。あ、うん、あ、こっちの方がフェンネルのあれを感じられるな。でインドなんで、まあ、黒胡椒ね、オリーブオイル振ってたら、うん、うん、あのね、これインスタで拝見したんです、フェンネルのタグで。でレモンで、レモンのパススパゲッティを作ってる人、お写真があって、そっちの方が美味しいだろうなと思ったんだけど、一応僕は、失敗ちょっと良くなったパターン、一番ベストなのはレモンだと思ったんで、レモン最後作ってみた。であとなんかフェンネルはなんか茎の部分がセロリ的な感じでいけるよなんていうのがあったんで、これはあのベジブイヨンだけど、ベジブイヨンでただお入れといただけのスープに少し茎の部分はパスタと一緒に茹でて、あはんはん、確かにセロリみたいな食感で、こんなに匂いが強いわけじゃないので、スープに余った茎はこうやってスープに入れれば全然美味しいね。これ普通のベジコンソメスープです。というわけでフェンネルの、まあ、ジェノベーゼ風というか、まあ、色合い的にはいいよね、うん、の、インドなんで、インドで市場で10ルーピーもう一束とどさっと大量の束3食食べたけど、まだこんだけ残ってるっすよ、のフェンネルをインドのギー、ちょっと溶けてきちゃったんだけど今、インドの奇跡のオイルと言われるインドバターだよね、ギーで絡めてみたと、レモン、そうそうそう、レモンね、さっきも言ってで、フェンネルの風味を楽しもうと思ってやってみたけど、やっぱこれがベストだね、うん、レモンとフェンネルの相性抜群だと思います。ということで、インドで簡単に手に入る食材を使ってスパゲッティにしてみた、フェンネルを使ったパスタ3つ、パスタ動画でした。最後もちょっと余ってるので、最後はなんだっけ、これ粉チーズパルメザン振って、うん、これこれで美味しい。インドでジェノベーゼパスタっぽいものを作り食べたいなと思ったけど、バジル、イタリアンバジルはないので、そしたら市場で見かけたフェンネル、あれこれいけっかな、どんな、なんだろうと思って買ってきて、でパスタにしてみた、でインスタグラムを見てパスタにされてる方がいて、おお、なるほど、ジェノベーゼっぽくできるかなと思ってやってみたら美味しかった。でいろんなパターンで、いろんなパターンというか、ただアラビアータの上にちょろっと乗っけてもあまり存在感なくて、それでその次はガーリックとペペロンチーノをイメージでフェンネルも混ぜてみたけど、そうするとちょっとニンニクがかかっちゃって、でこの3番目ベースとしてはレモンだけ、うん、ニンニク入れてないです今回、チリも入れてないです、でフェンネルとレモンだけっていうので、僕はこれが一番フェンネルの存在感が感じられていいかなと
というところでした。今回はだからネット通販でフェンデルを買ったわけじゃないけど、まあ、ネット通販で買ったギーとかオリーブエクストラバージンオリーブオイルとか、あと何かあったかな、これもそうだよね、というのを使って食べました。美味しくいただきました。落としどころが、落ちがないんだよね、この動画っていつもね。それだけです。ここまで見ていただいてありがとうございます。それだけ。なんだろう、シソ色になった、赤レッドアマランサス、レッドアマランサスの葉の、バター塩コショウだけの、スパゲッティ。